もっと世の中にある他のもので線描けるんじゃないか。例えばこれは家の中に迷い込んできたハエなんですけど、ハエに絵を描いてもらうと。めっちゃおもろい。自分が街とか自然にこうチューニングするためにこう映像を作ってるのかな。今回のピックアップアーティストは小金沢武人さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大学在学中よりビデオによる映像作品の発表を開始し、1999年にベルリンへ拠点を移し、以後18年ほどは海外をベースにアメリカ、ブラジル、インド、オーストラリア、ギリシャなど世界各国で作品を発表してきました。次第にドローイング、パフォーマンス、インスタレーションと表現領域を広げ、複合的な作品群と旺盛な制作活動に裏付けされた多彩なアーティストとして活躍されていらっしゃいます。99年からベルリンに渡られて、はい、そこからもう結構旅をされてとか。もう拠点はベルリンに置いて、はい、仕事の場所が海外あちこちに行くというような感じでした。今もベルリンですか？いや、今はもう東京に戻ってきて4年目ぐらいですね。あ、4年目ぐらい、はい、その4年前にその戻ってこようと思った理由というのは何か？きっかけは東日本大震災で、それをドイツでずっと見ているうちに、何か日本と関わらなければいけないと思ったんですよね。それでまずは日本に帰ってこようと。これは映像作品なんですけれども、だいたいこのような大きさの紙に、色鉛筆で線を引いて、手で描いた、ライン直線をこうフォトショップで引っ張り出して、それを一直線につなげてずっとこう流しているというような作品なんですけれども、これは どのようなコンセプトというか。これはですね、電車に乗っている時に、はい、隣に同じスピードで電車が来ているのが大好きなんですよ。でそれを見ている時の速度の感じ方というか、これはだから電車が2つ2台こう並走しているのがすごく抽象化されているようなところもあるんです。ミニマルミュージックっていう一つの音がずっと続くような音楽にずっとハマって聴いていて、その楽譜にもなるなと思っていて、もう口で言ってしまえばこの音楽はドーって鳴ってるだけだよとか、ピーって言ってるだけなんだけれども、耳はそのすごい違い、微細な違いを拾っていて、そういったことが色鉛筆と紙でもできるんじゃないかなと思って、まずは手で描いてみる。でもその手で描いた直線には必ず揺らぎがあって、その揺らぎがメロディーというかこういう工程を生むんじゃないかと思ったんですね。でそれを初め1本で試したんですけれども、1本だとただ目がそれを追うだけなんですよ。ところが2本あるとどっかで目がバグるんですよね。はい、はい、バグってきた。なるほど。これは確かにずっと見てしまうな。これは愛知トリエンナーレで発表したものなんですけれども、ペイントイットブラック&イレイズ、黒く塗れそして消せ、ガラスの上にシェービングクリームを置いて、そのクリームを手で描いていくことによってずっと絵画を描いていける作品なんですけれども、延々とその絵画が続くっていうことで、これ444分あるんですよね。シェービングクリームなんですか、これ。はい、白くないんですね。裏から撮っていて、はい、逆光になっているんで。なるほど。それで黒っぽく見えるんです。面白い。なのに白なのに黒になっているという、この中でもやっぱり自分の身体性っていうのはすごく大事で、この何かを使って描くというよりは自分の指で自分の手で描くっていう。あ、ずっと見てられる系だ。自分の手でいろいろ絵を描いて、線を引いたりして色鉛筆で描く、それからシェービングクリームで描く、でそうやって線を描くっていうことに意識的になってから、もっと世の中にある他のもので線描けるんじゃないかと思って、例えばこれは家の中に迷い込んできたハエなんですけど、ハエの軌跡を残すことでハエに絵を描いてもらう。ハエが描いてる絵を見えるようにする。めっちゃおもろい。ねえ、こんな風に奇跡描いてるんですね。これ部屋の埃です。部屋の埃なんですけど、
真っ暗闇で光を当てて撮ったホコリを白黒を反転させるんですよ、うんうんうん、黄色が入ってくる、うん、結構色がいろいろ。そうなんです、ホコリって白っぽいものかと思ったら、うん、あれは洋服の繊維だったり、うん、なんか色、もともとはなんか色がついてるものが多いみたいで、拡大してみるとこんな風に見えるんだな。結構青とか赤とかもふっと入ってくる、反転させてこの色になってるってことですよね。そうなんです。で次にあの首都高速で、もう夜中のこうそんなに混んでない時間の首都高速を車で走りながらカメラをブンブン回しながら走るんですね、うん、もちろんドライバーもいて僕はカメラ係なんですけれども。あ、これどっかに投射してるんですね。はい、これは最終的な、展覧会のインスタレーションなんですけれども、プロジェクターを20台ぐらい使って部屋を埋めてしまうわけです、うん、なんかこう海とか、うん、その山 の, その木々のざわめきみたいなものをこう見てるとこうずっとこう見てしまえる感覚ってあるじゃないですか、うん、なんかそういうものに近い どの作品も結構そういうものに近いなという感じがしちゃうんですけど、うん、今本当に森山さんおっしゃられたみたいに自然の中にはいくらでもそういう面白いあの動きがあって、うん、でそれから思ったのはなんか自分が街とか自然にこうチューニングするためにこう映像を作ってるのかなっていうのがありまして、うんうん、これは今ここに持ってきているんですけれども、うん、こういう作品なんです。気持ちいい。これ蝶を放つっていう作品なんですけど、はい、パラパラ漫画もそうなんですけども、パラパラやってる時だけ命があって、うん、閉じてしまえばもうそこには命がなくて、うん、儚く消えちゃうっていうのが面白いと思っているんです、うんうんうん、なのでこの本もこう中にはぎっしり書いてあるんですけど、パラパラってやってる時だけの命っていうか、うん、なのでこう手のひらからパッと蝶々がわーって飛んでっちゃったっていうような、うん、そういうイメージなんです。これは逆にあの今度は自分にすごく負荷をかける作品なんですが、うん、これここに飾ってある作品です、はい、これ何が起こってるかというと円の中心にカメラを置いて、うん、でそのカメラが回転するんです。で僕はカメラのモニターに映った領域を埋めるっていうだけになる。なのでこれ手元はほとんど見てなくてカメラのモニターを見ながら、うん、紙の周りを一周して描いていくっていうあの作品なんです。でタイトルはこれ追跡のドローイングっていうんですけども、自分が追跡してるのか追跡されてるのか分かんないんですけど、とにかくその時間の中で追いかけられる中で、余白をとにかくなくすように書くっていう話なんですけど、何を書こうかって考えてる暇がもうないわけですよね。そうですそうです。自動的に出てくるものだけでこれが生まれてるっていうキオティックになる状況っていうのを作ってるじゃないですか、はい、だからそれこそそれが終わった後のなんかこう秩序だったものみたいなものに対する安心感っていうか行き来みたいなものがやっぱり心地よくなってしまうんだなって、しかもそういうその状態で書いてるという物語も引きながら、うん、そしてこれを見た時に一つのなんていうか円環みたいなものが、秩序だった円環みたいなものがなんか見えたりして、あとカオスってやっぱりこう音楽とかいろんなものスポーツとかに熱狂したことがある人は分かると思うんですけれども、うん、カオスのただ中って結構熱狂もあるんですよね。そうですね。うわーって、でそれをまたさらにすごく冷たい視線で凍結させるというか、うん、固める作業もあって、それの行き来はやっぱりしてると思います。まあ、自我っていうものがあるんだとしたら、うん、その熱狂の最中だったり混沌の最中って基本的に溶けてますもんね、うん、だから本当に自分っていうものとか、うん、そういうものってなんだろうみたいな、うんうんうん、まあまあ問いかけにも、まあ、そういうことをこう行ったり来たりすごいさせられる作品ばかりで、うん、大好きです、うん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。小金沢さんの作品はミートアートのオンラインショップで、特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。